あるかなってちょっとね期待してたアンコールの存在忘れてたねちょっと忘れてましたねありがとうございますはいということでアンコール曲の1曲目あら
はい、1曲目はですね。はい、1曲目は。はい、先ほども言いました、How You Like That ともう一つのカバー動画、ブラックピンクさんの Stay というバラード曲をカバーさせていただきまして、はい、そちらの動画の歌を歌わせていただきました。はい。はい。こちらもですね、3月31日までに1万回再生必要ですので、はい、よかったら再生、リメディーゲームと検索していただくと出てきますので、ご協力をよろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。ミアなんて言ったミアなんて言ったちょっと。お願いしますって言おうとしたら、よろしくお願いしますだから、およろしますおはようございますに聞こえた。おはようございます。おはようございます。ミア最近ですね、ボケなのか天然なのかわかんないですけどね、こんばんはをおはようございますって言ったり、ただいまをお帰りって言ったりとか、それはわざとよね。いや、なんて言ったらいいんやろうって考えてたらわからなくなって、適当に言ったらちょっと間違えてる。それ。あの近所の おばあちゃんに会われてる日本でも日本人お帰りとただいまはどっちがどっちの言葉を言う人なのかわからんから仕方ない。はいや、あなた日本人帰る方がお帰りなのかただいまなのかわからんから。ただいま帰りましただから。お帰りって。 I am Japan。 え No 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 no, no. You are Japanese not Japan。 あ、理解ちょっと意味わかんないですけども、ライオンが数年後には挨拶がしっかりできていることを願います。頑張れ頑張れ。これからも頑張ろう。これからも彼女の成長とリメリーの成長を見守っていただければなと思います、はい、ということでね、今日は本当に一日撮影会兼スプリングライブをしていきたんですけど、はい、皆さんいかがでしたでしょうか。イエーイ。声出せるからもっと大きな声で皆さんいかがだったでしょうか。いや、いいね、いいね、いいね。ありがとうございます。私は目の前に、1万人のお客さんが見えるわ。あ、ほんとだ。アリーナ見えるよ。アリーナ。アリーナ。ミヨンが好きなやつだ。そう、ミヨン、アリーナって。私、目の前みんなカボチャ。カボチャ？それ緊張した時のやつや。緊張してんだよ。緊張してんのか。いいことよ。そうか。頑張れ、14歳。頑張れ。はい、ということで。はい、ということでね、撮影会とやってきましたけど、本当に寒い中、今日はありがとうございました。北条なのでね、ちょっとね、来にくかったんじゃないかなって思いますけども、はい、ご来たくさんの方に集まっていただいて、はい、本当に幸せです。ということで、オリジナル曲じゃなかった、間違えた、アンコール曲をもう一曲やりたいと思います。イエーイ。それではですね、はい、最後のアンコール曲、ミーヨン曲振りお願いします。一緒に皆さん盛り上がっていきましょう。それでは聴いてください。一人で蹴られそうってそれってね、褒めているの。一人で生きられそうってそれってね、褒めているの。いじわる心だって最後にのライブ、最後の曲です。皆さん盛り上がっていきましょう。あなたらしてはダメみたいと伸び出した空はの
ありがとうございました。さあ今日はですね、シーパさんに改めてやってきたということで、はい、ちなみにシーパさんの音声入ったことあるよって人、はい、あ、結構いる。 ありがとうございます。ありがとうございます。結構ですね、ここで有料でもライブをさせていただくことが多くて、はい、その時に入浴券を入場料と一緒につけたりとか、はいはい、入場料払ったら入浴券についていきます。そうだね、そう、結構ね、はい、シーパさんといろいろ協力して私たちもイベントをさせていただくことが多くって、でね、まあ、今月はシーパさん今日で最後なのかな、今のところ予定は聞いてはおりません、うん、おりませんということで、でもね、今後もね、ここシーパさんでね、イベントたくさんしていく予定ではありますので、ね、よかったらね、またここシーパさんでイベント、はい、1に大きいって書いてます。1日12、18 10日14、あ14、はい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 、またね、はい、シーパさんもね、イベントさせていただく予定もございますので、よかったらですね、はい、イベント以外でもいいですけども、シーパさんまた足を運んでいただけたらなと思います。はい、18?18 何かあったっけ、あれで4月18で合ってる。だって4月18ここ。うん、だってやばい、メンバーよりもさ、メンバーの人の方がさ超早い。違う、あそこからのこっちがないからさ。すごいよ、モノマネしていい、みんな社長のモノマネ。これ何、これ何、私には分からんかった。私4だよ、4に。そういうことは、あ、これで4か。そう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 。ずっと4が書いてる。18か。そういうことか。8これ。よかった、わかった、よかった。はい、ということで、4月18日らしいですので、はい、4月18日、またここ、シープ誠さんにてイベントさせていただきますので、よかったらお越しください。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。そして14日ですね。はい。来週。はい。14日は、はい。ここじゃなくて、松山市の方のキスケさん、キスケのキットホールにて、はい、1時からかな。はい、そうですね。はい。1時から、私がソロとして活動している綾乃としてのオリジナル曲、シャイニングスターの、オリジナル、CD リリース。CD リリースが、決定しました。イェーイ、おめでとう、ありがとうございます。そちらの CD を、3月14日の先ほど言ったキスケさんのところで13時から、はい、入場料が、有料となっておりますが、はい、リリースイベントの方をさせていただきたいと思います。はい、ね、なんだこれ、料金とか言って大丈夫なやつ、いいよ、ツイッターをチェックしてください。まあ、覚えてる、有料ですよ。覚えてるよ。じゃあ、もう言ってもいいよ、別に。一般の方が、1000円で、うん、高校生以下が500円、小学生以下が300円となっております。はい、はい、アイス、どれもフリードリンク代が込みで。そうです。フリードリンクとなってるので。イェーイ、イェーイ、皆さん来た際はね、来た際はぜひ10杯ぐらい飲んでくださいね。もっと取りましょう。もっと取りましょう。何の話だろう。こっちじゃないよ。そっちじゃメイン。メインがそっちじゃない。メインはこっちじゃなくて、私の CD リリースイベントなので、はい、CD の方もぜひよかったら手に取って聴いていただけたらなと思います。よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。もちろんね、リベリーもライブさせていただきますので、はい、もちろん噂の、コラボしてるキスケさんですよ。そうですね、そうです、そうです、噂の、ずっと言ってたじゃん、キスケキスケって。そう、記憶喪失かい。はい、キスケキットホールにて来週はイベントさせていただきます、はい、ということで、他にもね、たくさんイベントを組んでいるんですけど、はい、広島のね、キツネデコンコンさんお呼びしてのイベントだったりとか、はい、いろいろございますので、よかったら、リメリーのツイッターをチェックしていただけたらなと思います。はい。はい、ということで皆さん今日は本当に長い時間。はい。こんな寒い中。配信見てくださってる方も。配信もありがとうございました。ありがとうございます。本当にね、もう帰る時は十分に温まって帰ってください。はい。はい、この後ですね、物販も行いますので、最後まで楽しみいただけたらと思います。では、一回ですね、ショールームで、はい、今無料配信しておりまして、そちらの方を締めさせていただきます。はい。はい、ということで、皆さん、聞こえてますでしょうか？聞こえてますか？やっほー。どうする？聞こえてなかったら最初から最後まで、なんで聞こえてない音になっちゃう。ドンマイ、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 ああ、やいやい、あれですね、はいはい、リクライニングチェアが2台動いてますね。でも私ついちゃった、癒しの時間ですね、はい、癒しの時間です、うん、はい、ということでね、今日は長い時間改めてありがとうございました。ありがとうございました。またですね、ショールーム配信と行う予定も
結構急にやることが多いので、私たちショールームを本当に告知なしでやったりするので、はい、どうしても本当にね、フォローして通知オンにしていただくと、あ、始まったっていうのに気づきますので、よかったらフォローもお願いいたします。フォローよろしくね。はい、ということで、スプリングライブ2日目ご覧いただきまして、ありがとうございました。ありがとうございました。またね。またね。バイバイ。バイバイ。ありがとう。シェイシェイ。センキュー。センキュー。シェイシェイ。サムサハモニーだ。ボンジュール。ありがとう。ボンジュール。はい、ということで、お待たせいたしました、皆様。この後はですね、リマリー物販をさせていただきます。はい、先ほど言ったね、新しいデザインの缶バッジなども販売しておりますので、よかったらお立ち寄りください。今日は本当にありがとうございました。はい、以上、リマリーはメモリー、あなたの記憶に残りますように、リマリーでした。ありがとうございました。ありがとうございました。また、ちょっと、また、また、またね、あー取り残された、バイバイ、あ、イエーイ、またねー、あ、怖いよ、いやー、あー、またねー、ありがとうございます。